皆さんこんばんは。沖縄電子少女さやの熱帯爆発毒電波、ふー、今週も始まったぜよ。それでは早速自己紹介に行きたいと思います。名前忘れた。高校3年生17歳のさやです。よろしくお願いします。そして、プロデューサーのはじめです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。起きてますか？起きてますよ、もちろんです。元気ですか？元気よ。よし。はい、7月5日分の放送ということで、はい、今月で、このラジオも7月で、終わりということになります。はい、ね、残すところあと4回ですね。はい、あ、そっか、うん、ね、あとやっと今4回何を話そうかというところがあるんですけど、いつも何話すってなってますよね。うん、なってるね。まあ、そこもいいのかなっていう感じはします。はい、いろいろ台本とか決めていくよりはなんかいろいろその場でなんか話していくのもいいのかなっていう感じで、はい、まあ、やる気ないと思われるかもしれないんですが、やる気ないわけではないです。はい、それでまあ今ちょうどね東京に行ってる感じだね。はい、うん、これが7月5日に放送されてて、うん、その前の日4日にから東京に行ってますね。うん、でイベント自体に5日から出演という形になってね。はい、あとはもう本当に9月の東京行く準備を早めに始めていかなきゃいけないなっていう感じになってきてますね。はい、はい、まあ、あと2ヶ月ぐらい沖縄いるの。あ、2ヶ月、うん、うわー、あっという間だね。本当だ、うん、え、はわお、うん、ね、これからね本当にいろいろ東京ですね、いろんなことやっていかなきゃいけなくなるからね。はい、うん、ね、新たな展開というかこれから本当にさやのスタートが始まるなっていう感じです。はい、それで今7月、はい、まあ、ほとんど東京にいるんですけど、沖縄でも2回イベントがあります。ほうほう、うん、はい、21日が、G シェルターで、広島のアイドルのドレッシングさんが来るイベントに出ますね。はい、はい、それが結構面白そうなイベントで、そちらに7月21日土曜日に出演。はい、はい、でもう一個ね、7月29日に、ちょっと面白いあのテクノ系とかそっちの系のイベントの超合法というイベントに、那覇のアウトプットで出演します。はい、でこの2個のイベントあったら8月が全くイベントがない状態で、次は9月という形になって、9月がさよならライブね、2日だね。9月2日ですよね。うん、9月2日です。はい、じゃああと合計3回だけですか？そう、3回です。あら、一応、はい、もう一個ちょっと少ない、ね、もうあっという間です。うん、ね、これから本当にいろいろな、展開が待ってると思うんですけど、そこに向かって頑張っていく感じですね。はい、もう東京行く気持ちとか準備とか大丈夫ですか？あ、はい、うん、準備は準備、引っ越し準備をもうそろそろしなきゃいけないね。こっちも全然してないけどね。あ、家具ですか？家具とか、そうそう、全くやってない。やってないね。骸骨何体持って行っていいんですか？全部持ってきてもいいよ。いいんですか？うん、別に17体持っていこう。うん、ねえ、オブジェ、ね、あるのよ、うん、17ぐらい、ね、そうだね。寂しいよ。確かに、うん、はい、ね、それでね、今回いろいろさやの展開もあるんですけど、はい、この間ね、ティンシーの3周年終わりましたね。その話もちょっとしましょうか。そうでした、うん、活動休止だけど3周年、まあ、盛り上がってね、よかったね。なんか、うん、あっという間でした ね、 っね、うん、めっちゃパタ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 してたな。ね、あっという間終わったね。あんなにパタパタしたこの、うん、あのティンシーの、そうそうそう、何周年イベントって、うん、ね、4日間あったしね、うん、かなりもうあっという間に4日間が過ぎてったかなっていう感じで、うん、1周年の時は自分いなかったですよね。まだ1周年やんなかった。あ、 やってないですか。やってない、そうそう、うん、あ、じゃあ2周年からやってる。2周年からそういうのやった。そう、あの2周年の時は結構さらって感じだったんだけど、ね、うん、今回3周年の時、ね、めっちゃバタ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 しましたね、うん、超バタバタしたね、本当になんか嵐だったな。うん、楽しかったけど、最初に無人島に行って、はい、ね、金曜日だね、20日あの前前夜祭の日に金、はい、前村千秋さんと一緒に、無人島に行きまして、はい、ファンの方と一緒に、うん、長野島、無人島で長野島に行って、はい、そこで、まあ、バーベキューやったりライブやったりしてね、うん、暑かったね。あの日が一番疲れたな、うん、楽しかったですよ、うん、で楽しかった、疲れたの日は楽しかったけど、やっぱりその分やっぱり、うん、知らない土地だし、そうそうそう、うん、なんか、ね、太陽もじるギリギリ暑いし、うん、一番体力使いましたね。そうだね、使ったの日はね、あのその次の日のティンシー前夜祭、うん、ライブ、うん、一番ポケーってしてますね。なんか出演者の方に、うん、あの楽屋で大丈夫ですか、うん、って言われた、聞かれて、うん、あのそんな疲れてる顔してたかなと思って。そうだね、確かにね、出しないつもりだったんだけど、ね、いや本当あの日は、まあ、暑かったしね、まあ、それ太陽がもう、うん、きつかった、ね、うちなんちだけどきついあの太陽は、うん、
まあね、日差しがあまりなかったしね、うんうん、それで2日目、あ、そうね、その夜ね、長野帰ってきて DG ステーションでね、はい、ライブを、前村千秋さん と、リリーカオナさん東京、両方と東京、あと、月から来たウサギのミミクさんとやりましたね、はいはい、楽しかったな。楽しかったね、うん、音響結構あれがトラブルだったけど、でも逆にそれが良かったっていうお客さんもいましたね、うん、そうそう、逆に面白かったって、うん、結構ね、あの DD ステーションもずっとお世話になったんですけど、24日でも終わっちゃったという、はい、うんうんうん、で本当にね、いっぱいライブやらせてもらったし、レッスン場として使わせていただいてね、うん、なんかああいうとこもなくなって、なんかこの東京行くタイミングでいろいろなものが変わってってるなっていう感じで、確かに変わってます ね、うん、色ね、うん、あらら、本当にそこが、うん、いろんなこと変わってきてるなっていう感じはします、うん、だこれからいろいろね、変わって、さやも変わっていかなきゃいけないし、僕も変わっていかなきゃいけないし、はい、うん、いろいろ今後変わっていきます、いい方に、はい、うん、変わっていきます、ね、もう東京で本当に忙しくなるし、もうね、いろんなこと頑張らなきゃいけないなっていう感じだね、はい、うん、だから本当にね、このラジオも回っちゃうけどね、東京でもなんかあの発信はしていくので、皆さんに、うん、沖縄の皆さんにも聞いてほしいなと思います、ね、うん、はい、ちゃんと見ててよ情報、ね、ツイッターとかチェックしてよ、うん、沖縄の人、そうそう、それでね、6月23日前夜祭は、はい、トップノートで、あ、ごめんなさい、那覇の G シェルターでやってね、はい、前夜祭は前夜祭もういっぱいお客さんも入って、はい、盛り上がって、あとね、リリーカオナさんとさやのコラボの東京有機薬品、そう、東京有機薬品、東京に、オーガニックケミカルズ、はい、こちらの方も、そこでステージでお披露目という形になりました、はい、で東京では、ね、7月の9日に、お披露目という形になって CD も発売される形です、はいはい、それとあとは、6月24日、ティンシー3周年トップノート、はい、ね、こちらも面白かったですね、結構たくさんの出演者が、ね、出演者来てくれて、はい、東京の方から、うん、いや、そうそうそう、月から沖縄からって、沖縄からって、そう、前村千秋さんちょっとね、23日だけ帰ったんですけど、逆に24日にあのいつもお世話になってる小林清美先生の、はい、K&M のミュージックの皆さんが来ていただいて、はい、いろいろやらせていただいたかなっていう感じです、はい、うん、曲のトラブルもねちょっと飛んだったりとか、あった、ね、あったんだけど、清美先生の時だけ飛んだからね、ですよね、うん、やっぱなんか宇宙人なんですかね、宇宙人が多分いたずらしたって言ったから、その通りなのかなって、すごい、なんか、うん、その清美先生が宇宙人を呼び、なんか、うん、と交信できるんですよ、うん、ね、確かに、やっぱ宇宙人来てたんですか、来たんで、多分来てたと思うよ、ね、そういう形で、24日も、まあ、成功して、25日に、読谷村でファンの方が出前ノイズを呼んでくれたので、はい、ノイズをして、はい、弱ったという形でね、4日間だからあっという間で忙しかったなとは思うけど、よく頑張ってくれたなと思います、うん、あっという間に過ぎましたね、あっという間だね、でこれからもっとあっという間でね、もう7月はね、19日まで遠征で、それ帰ってきて日本ライブ、2週間いて、また今度8月3回東京行かなきゃいけない、そう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 、8月すごいんですよ、8月沖縄に日にちがほとんどないみたいな、8月は頭に行って帰って、うん、中旬に行って帰っ て下旬に行ってみたいな、東京に、そうそう、なんか3回行く、自分のテストが、うん、このあって、そう、テストの期間だけ帰ってまた行くからね、大変だよな、ですよね、うん、しかもそのテストの日が誕生日なんだよ、そうだ、先生鬼じゃん、ね、誕生日の日でこれみんなでテストでしょ、はい、うん、まあ、しょうがないね、これはね、だからちょっとたっぷり先生に褒美をもらう、うん、テスト終わった後、ね、うん、まさかテストの日に、うん、ね、大変で本当に頑張んなきゃね、テストから帰っ、あ、終わってまた行って、うん、その帰ってきた時ってのは次何、特になかったですか、沖縄では、沖縄で、ね、8月は1個もライブない、イベントが、あ、じゃあ、特にテスト終わって、うん、また行くじゃないですか、うん、そのまた帰ってくるじゃないですか、うん、その時のなんかお盆だっけ、その時は、そうだ、そう、それでお盆終わったらすぐ、それだ、今度山梨行かなきゃいけないから、それだ、うん、あ、あの清美先生が、そう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 、誘ってくれた山梨アイドルフェスティバルって出なきゃいけないからね、はい、本当にいろいろあるなと思う、8月は沖縄イベントだしね、うん、嬉しい、こんないっぱい、ね、本当にこれからもっと東京来たらいっぱいいっぱいイベントも増えるしね、今までできなかったことできてくるから本当に楽しみです、なんかやっぱりね、なんかなんだかんだこれは本当に昨日とか僕、まあ、この収録の前の日に、はい、リューキャードの骨っ子さんとオビーシャゲさんと話したんですけど、あ、はい、やっぱりね、沖縄にいるとね、ちょっとアイドルってやっぱり本場東京じゃない、うん、だから本当にちょっといる、やっぱりいないだけでスピード感落ちちゃうんでね、
東京に行かないと。あ、うん、だからなるべく東京に行くようにした方がやっぱりいいって話で、リュードルさんもね前はね月2回は行ってたし、うん、OB さんも東京部署と沖縄部署分かれてきてみて なってるし、ね、うん、東京の研究室もいるし、はい、何人か、うん、そうそうそう、東京で OB さんも東京でこれから本格進出なんで、うん、OB さんも OB さん忙しくなるなっていう感じはすごいします。東京で会えたらいいですね。いっぱい会えると思う多分。ただ出るジャンルが違う風になってくると思うしね。確かに、うん、なんかプライベートで会いたいですね。ね、確かにね、うん、プライベートで、ね、うん、みんななんかどんどん東京に行っちゃいますね。そうそう、行っちゃうね、うん、本当にそこを頑張んなきゃいけないなっていう感じはします。東京行ってもあのスピード感を落とさずにできたなと思いますね、はい、それでね、今回、まあ、あの新しい展開があって、さやであのフォークソングというかそういうものをちょっと作ってまして、はいはい、7月5日ちょうど今日の日、タワーレコードのアイドル36号という番組がありまして、多分このラジオのちょっと前の時間に出演してるかなって感じなんですけど、まあ、そこで、2曲披露する形なんですよ。で、これきっかけ僕話すんですけど、まあ、なんかちょっと面白いことやりたいなと思って、さやの別名義で神田川さやという名前を作って、で1970年代60年代、まあ、四畳半ホークというかぐや姫だったり、うんうん、まあね、あの辺の拓郎だったり、まあ、拓郎入るのかどうか分かんないですけど、まあフォークソングのブームがあって、うん、四畳半フォークっていうのはあのユーミンっていう松任谷由実さんが、命名したんですね、はい、まあなんていうか、まあ、貧乏的なもので四畳半で聴いてそうだなっていうので、うん、で神田川っていう歌も三畳一間の小さな下宿というところで、まあ、四畳半よりも狭いという、うん、でまあ貧乏なって言ったら変なんですけど、貧乏な感じの歌っていうフォークソングという、まあ良き時代、お金がなくても、まうんうん、足があるんですよね。そうそう、それで四畳半っていう時に僕なんかこれ四次元にしたら面白いなと思ったんですよ。もう21世紀は4畳半じゃなくて4次元の時代だと思って、4次元フォークというのをちょっと作ったんですね、はい、それでただ4次元フォークってもどうしようかなと思って、まあ、歌詞をまず4次元にしようと思って作った曲が窓の上にも下にも神田川というやつで、まあ4次元だから、そうそうそう、神田川って本当の歌には窓の下には神田川、三畳一間の小さな下宿で窓の下には神田川って言ったんだけど、4次元だから窓の上にもあったり左にもあったり右にもあったりもうするような感じでぐちゃぐちゃしちゃった方がいいかなと思って、はい、で歌はすごいシンプルなもうフォークソングなんですけど、あのこれ4次元バージョンと4畳半バージョンという形にして、4畳半バージョンは普通の歌ですけど、はい、4次元バージョンはまあめちゃくちゃなことやると。だちょっと今回ラジオではまだ流せないんですけど、4畳半バージョン流そうかなと思ってて、はい、ね、ちょっとこれを聞いてもらいましょうか。その4次元の方は買ってからのお楽しみ、うん、ってやつですね。あとアイドル36分流すと思います、はい、じゃあちょっとこれ流してみましょうか。はい、ちょっとゆっくり、はい、行きます。あれ、まだ流れなかったかな。一人登る
ありがとうございます。どうですか、やっぱいい曲ですよ。いい曲だね。なんか、うん、70年代80年代生まれてないんですけど、うん、懐かしいってなる。なる生まれてないけど分かる分かる、その感覚。なんか懐かしいですよね、やっぱ、うん、懐かしい感覚あるね。なんかふるさとに帰ってきたみたいな、うん、そう、それでね、もう一曲ね、癒される、ね、本当にこれはいい曲だと思います、うん、もう聴いてて、はい、本当に。それでね、もう一曲の方が、黒髪という曲なんですが、これは来週ちょっと流そうかなと思ってます。はい、はい、ね、まあ、一応7月5日発売で、沖縄での発売は多分、物販で7月の21日から、発売すると思うんで、欲しい方はぜひ来てください。ちょっと遅くなっちゃうけど、はい、ね、はい、あとね、まあ、このラジオ7月の26日が、最終です。はい、最後ですね、はい、次は公開生放送しようかなと思ってますんで、はい、ぜひ来ていただければなと思います。はい、はい、最後はじめさんも出ますよね。出ます、はい、はい、出るか分かんないけどね、まあ、近くにはいます。はい、はい、はい、一人だと不安ですか。不安です。はい、わかりました。まとめるのが下手くそなんで、それで、まあ、この歌を歌って、はい、歌いやすかったかどうだ。なんだろう、音程はやっぱ難しかったんですよ、はい、あ、でも黒髪の方が一応難しかったんですけど、今でも黒髪ちょっと音程難しいんですけど、なんだろうな、このやっぱりこの懐かしい感じじゃないですか、やっぱりなんか、あ、いいなっていうのは。一応メロディー難しかった、ね、難しいよね、結構メロディー難しいですね。そうそうそう、作曲家の歌ってごらん、みんな、うん、難しいから、難しいね、歌ってごらん、ね、あとはそうだね、この歌のビデオクリップ撮ったね、東京で PV をね、はい、今編集をしてもらってます。結構超恥ずかしかった、うん、結構ね、しっかり長い時間かけて撮って、出来上がり、多分もしかしたら7月5日にはもう多分できてる気がします、神田川の方は。途中経過見ました、この PV の。あ、見てない、まだ見てないですか、うん、今全部送ってもう任せてる、うん、それで7月5日に間に合えば神田川の YouTube に公開すると思います。それで7月の、はい、中にはもう一個、黒髪の方も PV も今7月中にはやろうと思ってます。はい、7月12日。あと、この間ね、静岡のその幻博覧会という結構今バズってる場所があるんですけど、そこでね、 PV の撮影をしましたね。はい、あっちではとある星の物語と、そう、あとサンジェルマンと、はい、サンジェルマンを、そう、とある星の物語は東京でも撮影したんだけど、そう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 、ね、東京と静岡、サンジェルマンに関してはその静岡のある場所、その幻博覧会で撮りましたね。ちょっと雰囲気のある、うん、身が好きそうな、そうそうそう、雰囲気のあるとこで、うん、本当にあのところの場所は最高の場所ですね、うんうん、まあ、すっごいですよ、なっち、うん、撮った部屋あるじゃん、あ、このそう、サンジェルマンとか、はい、あそこね、紫白狼の部屋っていうタイトルで、昔紫白狼さんってもう亡くなっちゃった方なんだけど、あ、もしかして魔術的な、魔術的っていうか、なんかちょっと鬼畜系ライターっていう形でいろんな、なんかそういうゴミ漁りをしたりとか、 あといろんな、なんかサブカルチャーでやった人なんですよ、はい、すごいいろんな鬼畜なこと書いてんだけど、本当はすごい素晴らしい人だったんですけど、その人が死に方がちょっと悲惨だったけど、ファンに刺されて死んじゃったんですよ。あ、ちょっと電波を受けた本当のファンに、はい、でそれの紫百郎さんの家にあったものか分かんないんだけど、その紫百郎さんの部屋をとかそういうのを表現したのがあの部屋なんでね、だすごいなと思って、あそこにその紫百郎さんのその思想が入ってるという、そこでちょっと PV も撮影させてもらって、サンジルマの雰囲気にそこ合ってるかなっていう場所でしたね、うんうん、あっち合ってますよね、うん、すごい合ってたね、あれはいいですよね、うん、あっち一番部屋好きです、ね、一押しあの部屋は、うん、あそこは本当になんかいろんなその彼の人だからちょっとゴミ漁ったゴミみたいなのもちょっと色展示してあったりとか、はい、そう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 、個人情報じゃけばいろんなものがあったりね、あとイリアン・バローズの、あ、うん、入ったりして、あとなんか写真でこんなモザイクのやつもありましたね、そうそうそう、ね、こんな感じの隠してた、ね、あれかっこよかった、かっこよかったね確かに、うん、そんな感じのところで撮りまして、まあ暑い中ね、機材がおかしくなったりしたけどね、あ、そうなの、カメラこの撮るやつ、うん、何でしたっけあれ、スマホに設置してこの撮るやつがあるんですよ、うん、そうそう、ジンバルがおかしくなったりして、あれがバグりましたね、うん、バグったらあれ不思議だよね、うん、まだ直ってないですよね多分、今ね金丸さんにちょっとね、あれ使いたいっていうから今渡して、あ、金丸さんだよ、うちのマネーアシスタントなんですけど、アシスタントさん、でそれちょっと今いじってもらって、僕もちょっと忙しくて全然いじれてないから、あの後ね、うん、ね、そ
そう、そういう感じでいろいろ PV もねようやく作れるようになってきたけど、なかなかやっぱり予算を集めなきゃいけないんで、皆さんぜひ物販来てください、うん、お願いします。うねげーサビラー、うん、もう本当にお金かかるんですよアイドルは。そうなんです、うん、一人でやってるしね今ね、うん、多分メンバーでやったらもっとかかりましたよね。そうそう、メンバーいたらね一人でもかかるのにねみたいな感じ。一人でもかかる、うん、みんなよろしくね。そうだ、よろしくお願いします。いつもありがとう、うん、でそれでこれからもね、はい、あと2回あ3回ラジオかで、実はほんと7月の、はい、5日から、4日から19日までいないんで、この後もね2個ね収録しなきゃいけないね。そう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 、その2個の会話も全く決まってないという感じです、ね、まあ流れで話しましょう、うん、始めた、まあ、流れでいつもで話すいつも流れで話してるわこれ。そうそうね、ノー台本です、うん、それで、あとなんか面白いこと、はい、まあ7月どういうイベントを東京やるかっていう話だね。7月そうそう、5日にタワーレコード渋谷店、はい、アイドル36号、ただこのラジオの時に同時にやってる感じなんで、ほぼ同時ってことですか。ほぼ同時、はい、時刻はほぼ同時ですね。それで南波さんというあの音楽評論家の方と、はい、タワレコ宮城社長と投稿します。これ多分緊張するね、アベマ TV で、はい、フレッシュかな、フラッシュかフレッシュかなんかから、そんな感じでアベマで見れます、はい、あとは多分 YouTube にも後で上がるのかな。あ、うん、だ神田川沙耶として出演します。あ、その日はなんかキャラ変えた方がいいんですか。いや、まあまだいいよ。神田川沙耶です。そう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 、沖縄電子少女沙耶じゃなくて、そうそう、神田川沙耶です。わかりました、はい、っていう感じでいきましょう。了解ここで打ち合わせ。一人出れますか大丈夫、後々話しましょう。勇気いる、 勇気いる。そんな結構トーク求められるかな、あそこはね。ですよね、うん、そう、それであと7月の6日湯島で、主催イベントやって、出演者がまだね確定いろいろしてないとこもあって、まだなんだよ、うん、まあ、ちょっと面白いイベントには、ま、面白い出演者なるから、東京の方は湯島にぜひ来てください。来てください。で7月の8日 8日、何か、あ、8日そうだ、ロコドルサミット。8日って20でしたっけ。8です、8日8か、うん、日曜日リュードルさんがね新体制になって初の東京遠征ということで、あ、沖縄ロコドルサミット in 東京を、はい、新宿侍でやります。うちは夜の部に、さや夜の雰囲気は夜の部に出ます、はい、他に OBP さんとか、あと北海道フルーティーさんとか出ます。お、可愛い系のところにぶち込まれるので、はい、まあ、黒に染めてやりますよ皆さん覚悟してください、まあ、そういうところのイベントで一番物販が怖いかなと思うんで、確かに皆さん物販怖いな、怖い、ね、はあ。それでこのラジオの時にはあと7月9日だ、はい、この月曜日、青山月見る君を思うで、リリーカオナさんのイベントに出ます。はい、セアでも出た後に、東京オーガニックケミカルズ、はい、あ、そうだよ、うん、急にやります。そう、東京有機薬品の東京お披露目します。それでこの日から、CD 販売します、東京有機薬品、はい、楽しみですね、それも、はい、いっぱいいろんなことありますね、うん、楽しみだ、楽しみだね。ダンスえぐいよ、うん、あんなに踊ったの久々だよ、まさやだが頑張れるよそこは、うん、ダンス見どころっていうんですか、うん、見どころだよ。そうそう、あら、もうそろそろ時間ですか。そうそうそう、時間なんですよ、 あと1分なんで、なんか、告知でも告知のようなもんどしてたで、ずっとね、してましたね、うん、告知ずっと言ってたよ、これか、そうそう、かかかかか、あとはまあ、いろんなものグッズも出てますので、ぜひ興味ある方はツイッターを見てたり、ホームページを見てください、沖縄電子商社で、はい、まあ、あと独電波も1回、これ TNC から続けて2年ぐらい続けてね、約2年やったね、はい、はい、うん、まあ、そうですね、こういうことになると思わなかった、あ、そう忘れた、 TNC 復活した話をゆっくりするの忘れちゃったね、次しましょう、次の来週の放送で、そうそう、12日の放送でやります、復活の TNC 復活したやつ、はい、3周年の復活したやつをお話しします、はい、じゃあそういうことで、はい最後までバラバラだね、はい、今週も聞いてくれてありがとうございました。以上、バイビー、ありがとうね、おやすみー。